めちゃイケに出ていたオアシズの光浦さんですが、最近好感度が上がっていると言われています。光浦さんは現在カナダに留学しています。留学の理由については、めちゃイケが終了した後、これからの人生に漠然とした不安があったと言います。老後のことや、これからの生き方について、芸能界に疲れていた、というのもあったようです。もともと東京外語大卒の光浦さん。最初は気分転換に、くらいに考えていたそうです。しかし予想以上に英語が身につかなかったとのこと。その状況を本人はインタビューなどでこう語っています。私ね、自分はちょっと賢いと思っていた。でも全然賢くなくて、若い子なんてみるみる英語覚えていくの。年齢のせいか脳みそが頑固になっているのか、英語を受け付けないのよね。だけどここまで来たら何かマスターしたいと思って、今は料理の学校に通っている。と話しています。まさに第二の人生を歩んでいるという感じで、めちゃイケ時代には感じなかった自由さを感じますね。